楽天、今日も行く。松井裕樹の代わり補強してくれ。せっかく打線はいい感じやのに、若いうちに成績残してる選手は一軍上げないくせに、まともに成績残してない26、29歳くらいの中堅は一軍に自動昇格するシステムなんだの。やっと終わった。ストライクゾーンに球ホールド強ないやつが一軍のマウンドに上がるなって言いたくなるよな。3ボールからしゃーなし、ストライクゾーンに球ホールぐらいなら3ボールの前からしっかり勝負くれよ。松井裕樹さん増えて帰ってきてと思ってしまうリリーフ陣で号泣。こういう展開はシーズン中にもあるはず。野手陣のやる気そぐ投球。まあ最後は三振取れてよかった。こういう試合を我慢できてこその楽天ファンということを思い出させてくれたな。テレビつけた途端に打者10人の猛攻を食らう。まあしゃあない。投手力に関しては想定内っす。もう打って勝つチームにシフトチェンジっすよ。なんか吉川にしろ湯気にしろ一軍の選手相手に抑えられる武器が全くないんだよな。さすがロッテ打線、中途半端な中継ぎじゃ太刀打ちできん。吉川なんぞそもそも一軍レベルになりえないからどうでもよい。今年も課題は投手陣よな。まだ練習試合段階やけど勝負して打たれる回数より断然四死球からも自滅のケースが多すぎる。吉川岩をしすぎるよ。ストライク先行にならんな。ご視聴ありがとうございました。